お疲れ、お疲れ、ありがとうたくさん。リネさん、マシュマロ、福さんお疲れ、かんすけさんハート、山新さんかわいい、福さんお疲れたくさん、ありがとう、めっちゃたくさん、ふうくんマシュマロ、フリーダムさんマシュマロ、ラベンダーさんマシュマロ、ありがとう、ヤットンさんマシュマロ、レグルスさんマシュマロ、エイトンさんマシュマロ、ヤマシンさんマシュマロ、ありがとう。今日は喧嘩中。うん、オッケー、あとどんぐらい、なんかあとちょっと、オッケー。ラベンダーさん雨ありがとう、ニャンキチさんマシュマロ、マシュマロ、マシュマロ、ありがとう。ゆえんだぞ、楽しかったよ。え、昇格発表なかったね、びっくりだった、私絶対来るだろうって思って後ろの画面チラチラしてたけど来なかったです。え、ちょっと待ってて、帰ってきた。行ってもいい？寒いし。行ってもいい？行ってもいい？飲みました。オッケー。なんかいちご怒ってるから。今日ありがとうね、ありがとう。今日あれがなかった。ユニット発表がなかった。びっくりした。絶対にあると私は思っていた。そうそう、特にサプライズとかなかったの。え、でもさ、あれだよね。なんで泣いてんの。でもさ、今日さ、そういえばあの STU じゃないけど AKB さんの17期さんがさ昇格されたよね、嬉しい。え、ね、今度リアルとかであるのかな、んだろうね、どうしたの、どうしたの。機嫌急に良くなるから。違うか、うん、え、そう、19期さんも発表されてて、いちごはもう推しを決めてました。早いです。かわゆいさん、かわゆいさんに決まってるじゃないですか。え、正式に言うと何、川何さん、川川村さんでしたか、川村ゆいさん。あ、ちょっと会ってなかった、気まずいな、かわゆいさんと、かわゆいさん、かわゆいさんが気になったらしい。そう、私の推し当てて。まあ5人だけの木だから、かちょっと静かにしてた、あなた5人だけだから。知らないけど分かるよ。あ、顔が発表していい、ね、待って、待って、ダダちゃん。死ぬから。もういちごさん推しじゃない、同期。は死ぬか。同期だから普通に。そう、え、ね、遺跡も決まりましたよね。無理、どこ行ったの、ね、ずんちゃんってずっと言っとったもんね。私のずんちゃん、私の推し当ててくださいよ、19期さんの。私のずんちゃんが頑張ってほしいですわ。
当てて当てて私の推しを。ずんちゃんがねマレーシアねびっくり。私のずんちゃん。しかもいちごと、いちごになんかちょうど発表された時いちごとちょっと離れた場所にいて、うわこれはいちごに言わなきゃって思ってね、いちごがいる方向に向かって歩いてたの。そしたらいちごもあっちから来てお互い画面見せ合って、それがそのエシキってやつで、お互いがその遺跡のやつを携帯に見せて見せ合っててもう本当に本当に本当に発表された数分後とかに、そう気合いすぎてびっくり、びっくりしたよね。ビタピと何タッピしてるから当ててよ。え当たってる、福田さん当たってるよ。そうベビータッピ、はい、伊藤桃香さんです。もうベビータッピしたから超可愛いです。これ冷凍庫入れる。そう、あありがとう伊藤桃香さん。私の3つ上かな。めちゃめちゃ綺麗、めっちゃなんかもうアイドルって顔。そうカイリーさん、あー素敵、いいね、覚えよう名前を。見て、そう見て、んいいね。私いちごのあの推しは合ってたよ、名前沢村ゆりさん、うん、よかったね。そう一番最年少で中1だっけな、2010年生まれですって。ふえでも山口ゆいちゃんがさ、山口ゆいさんかがさ最年少だったけどさ、もっと若い、私と同じ年の方、同じ年、あのいちごの推しと私同い年。そうそう、かわゆい、そうゆいたんと話したよね、うん、ゆいたん壁ゆいだねって言ってそう私は何、奥ゆい、うん、奥ゆいです。私はそう北一ねえ、期待値みたい。なんか食べたい、何を食べてるでしょう。ねえ食べさせて、普通に冷めちゃう前に食べたいです。ねえ食べさせてお願い。無理、わしのご飯無理。ねえわしにご飯をくれない、待って、隣来て待って、オッケー、機嫌悪悪語、自分がさ自分のせいじゃん、全然考えて、なんでだから機嫌が悪いの、わかんないわかんない、期待値期待値だね。正解はマックなんですけども、こんな夜に頑張りましたねっていうことで、そう私も今日頼んだセットを当ててください。寒っ、普段は頼まないやつなんだけど、いちごの影響を受けて頼んでしまった、ね、毛布に落とさないでね、はい、白い毛布にすぐさ、はい、そういうことするそうマレーシア規制になられるみたいだね。当てて、もうそのセットで全部当てて、全部全部当たるまで、全部当たるまで無言やっぱやめた、何と何と何でしょう、もう何のセットで、サイドメニューがこれで、何がドリンクが何でっていうのを全部当ててほしい。ハッピーセットではない、いちごはいつも確かにハッピーセットだけど、今日は違うんよね、今日は違うんよ。そうもう最近自分の家よりもさ、なんかここで配信する方がさ、なんかなんて言うんだろう、安心する。帰って当てて当てて、コーラポテト違いますね。まずはじゃあバーガーから、バーガーからぜひ当ててください。冷めるよ、そういうことしてればいい。確かにそう、めちゃめちゃ何百何千通りあるから。じゃあヒント、箱物系、箱系、お、そうまずバーガーはビッグマックで、サイドメニューはまあ定番のね、サイドメニューわかるよね。まあこれは一般的なポテトの M です。じゃあドリンク当ててください。ドリンク、ビッグマック上手に食べれない、難しいよね。コーラじゃないよ今日、私いつもコーラ頼んだけど今日は違うの。コーラじゃないよ、そう違う、マック食べたいって言い出して頼んじゃおうって。
そう、正解、正解はハイボールありません。正解はそう、メロンです。メロン、あ、サブ見に行ってたの、いいね。あ、飲めませんって言わないといけないの。普通に考えわかるじゃん、飲めないよ、17歳だから。何これ。そう、メロン好きなの。え、爽健美茶、あの小さい時は毎回爽健美茶が牛乳だった。そう、あ、サブ行ったの。え、サブの話聞きたすぎん。宿題が終わる。え、そう、今日も宿題やばいの私。本当にやばい。こんなことしてもらえないんですよ、私たちは。わかってますか。大変が終わったら頑張ります。よいしょ、配信しようかな。よいしょ。そう、メロンソーダにそうハマってる。メロンソーダ定期的にハマりくるよね。チゴは変わらずコーラ、ね、ビッグマックでも上手に食べれない。これ上手に食べれません。でも食うなるよね、食うなるよね。え、あるよね。ねえ、嫌だ。それ私、それ買えるか。嫌だ。見て、どう買えるか。嫌だ。これ、おっきいでしょ。見て。ねえ、嫌だ。結構変な食べ方してるから。ねえ、それってさ、全部チクるのやめてくれ。サンブルはアルコールあり。アルコールあり。え、あの、ドリンクが。え、そんなことあんの。どういうこと。そう、うん、私はスナックマヒナが開かれたことだけは知ってる。リハ見たもんね。そう、2部の後がさ、その、ね、コンプラのやつだったからリハをちょっとだけ見たんよね。服装もなんかさ、ちょっとさ大人な感じだったよね。思わんかった。キュンキュンしちゃいました。マヒナさんのことを見たら胸がドキドキしてしまって、ちょっとうまく食べれる気がしないから、こっちで食べる。うまっ。当たってしまう。ビッグマックむずいよね。違うよ、こうやって食べるんだよ、見てて。食べれません、うまく食べれない。もうビッグマック、そう、サンブすごすぎて。え、サンブどんな感じ。ちょっと気になる。サンブめっちゃ、サンブだけ配信がないんだっけ。そうらしくて、だから現地に行った人だけでしょ。だからめっちゃ羨ましい。行きたかったけど、もう宿題があるので帰ってきました。悲しい。うまっ。でもビッグマックはなんかちょっとこうやって裏返して食べた方が、そう、そうだね。残念よ。美味しいの。あ、サンブは秘密なの。悲しい。じゃあマヒナさんに聞くもん。マヒナさんの今日話しとった。うん。なんかあ、ちょっとどうしよう。話したらしい。話した後めっちゃニヤニヤして帰ってきたもん、楽屋。そう、ヘラヘラしすぎてさ、うん、頑張ってくださいって帰ったもん。ちょっと酒井さんに似てた今の。そう、世界でうんって感じ。そう、え、今日ボールボーイの佐竹さんともさ、ツーショット撮ったんだよね。そう、お金払った方が良かったかな。そう、そう、3期生立ち入り禁止だったんかな、3部。2部帰らされたんかかな。2部はまあカラオケ大喜利って感じだったの。あ、でもこれ言っちゃダメなのか。いいでしょ、配信とか。配信もさ、言ってさ、秘密ですと言われて。秘密、あ、確かに。そう、箸で食べる。あ、なるほどね。大喜利をしました。難かった。私負けちゃったの。そう、2チームに分かれてだったんだけど、うん、いちごとは違うチームやったね。弱そうだもんね。だってチーム弱そうって名前じゃん、うん、うまっ。内容は言えないけど、サンブ面白かった。コンプラなんて飾りです。おもろい。名言。コンプラなんて飾りです。なんかサンブは、うん、皆さんが可愛かったっていう感想以外受け付けじゃない。らしい。サンブの内容は口止め。なるほど。なるほど。
めっちゃ食べてるの面白い。金魚出てきたけどな。3分。秘密ってことはマヒナさんに何したんですかって聞くことができるっていう口実が作れたってことで、このマヒナさんだったら話しかけないけど、よし。自己タク。衣装さんにさ、うん、え、マヒナさん来ましたかってずっと聞いてた。うん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 。え、いますよ。え、いるんですか。変わらんか。大好き。うん、あ、そう、千葉さんでした。袖にいた方は、そう、わざわざ来てくださって、そう、撮影タイムもあって、スマホでの最後の辺にあったね。そう、あとイチゴがネモハモしてた。ふんまるふんまってしてた。その投稿しようとしてたところです。あ、そうなの。うん、エルグさん小さい A ってどうやって発音すればいいの。そういうこと。小さい A から始まるときってどうすればいいの。エーグルさん、普通に読んだらいいんだよ。エルグさんかね。ねえ、エルグさん、冷たい。クマ、ありがとう。ついてる。失礼いたしました。ごまがついておりました。え、そう、なんかそう、なんかね、タクシーに乗るときとかね、めっちゃ気まずかったの。そう、気まずくなかった、タクシーに乗るとき。なんかさ、周りがさ、なんかさおかしかったの、ね、見たことないもん。コメントしないで。本当にもう、しーしーもう気まずかった。ゆうなと喧嘩中だから、話さないよ。話さないか、普通に。え、マリナさんが配信始めた、ね、慌ててる。そう、イカジー取れんかった。あらら、来てくれてありがとう。そう、後ろでそう口ずさんでた。そう、大人なお待ちでした。うん、うまっ。いちごが青くなる理由言っていい？うん、危ないって、だからそれが危ないって言ってるんです。何さ、すごい言ってるの。理由を言ってじゃ、いちごの口から。え、今怒ってるよ。私の服をまず盗んでいる。盗んで上下着ていいよって言われたから。上下ね、しかも私の服は上下盗んでいる点に関してと、だって返すじゃん。この服は、じゃあ今日ないの。じゃあ今日ワンピースを着てたの、私は。宿題のために、撮影のために。宿題終わってないじゃん。そう。だけどワンピースでちょっと堅苦しいというか、なんかさ、動きにくかったから着替えたかったの。服をね、別に借りることはいいんですよ、まず。うん。その服は、うん、中に T シャツを着てって言ってんの、ね、うん、いつも。うん。着ないよね、いつも。いつもって、この服初めて借りたもん。2回目です。え、そう。え、これは借りたことあるけど、これいいえ。いや、借りたことあるわ。いいえ、ありますよね。え、いや、ないかも。違いますよ、私の家に来た時で。じゃあ簡単に言って、え、怒っている理由は。危険。何が。もう食べ方キモいからめっちゃこぼしてる。違う、うん、なくなっちゃった。なこれ食べにくいの、ビッグマック。うん、なんで怒ってんの。もうすべてわかんない、すべて。食べ方やだ。食べ方にも怒ってる、私は。違う、外れちゃったの。そう、今ジッパーさせないで。そう、だから簡単に言うと、うん、手前のジッパーって感じ。手前のジッパーを下ろしちゃダメよ。 A のジッパー。せーな、カーノじゃなくてね。うまく食べれません。ダメだってずっと言ってるじゃん。そういう時は中に着ないとダメだって。バッバッバッヘ。うん、まあお茶着ないねんから、いつも。うん、うん、いいよ、お家にいるときはいいんだよ。
うん、配信するんだって。ついな、お母さんに厳しい。そうなんよって。お母さんから LINE 来たね。お母さん、お母さんどう思いますか。お母さん、うん、お母さん、娘さんがちょっと最近言うこと聞いてくれないんですけど、お母さん聞いてる。お母さん言っといてください、娘さんに。お母さんはラブだけど、言うのはうん感じ、ライク、うん、ダメよ、ダメダメってきた。好き好き。何年前、あれ私が小学生とかでしょ。リーナのママしか勝たない。ごめんけど私も小学生だよ。じゃあそうやってさ、私がだって低学年とかで、そっか高学年やった。そうやってさ、すぐそうやって、めんどいから。お母さん全部お母さんにチクリ入れる。そう、うちは風紀委員だから。3期の風紀委員。いや全然違った。私だけの、私専属風紀、風紀委員。そう、もうゆいなのお母さんのさ、お母さんの連絡先ちょうだい、忘れて裏で。今日ゆいなが言うことを聞いてくれませんでした。LINE するか。うん。ね、うちはありがとう。そう。さっきのビッグマックはまあまあまあ綺麗でしたね。上から目線すぎる。そう。ダメよダメダメ。2014年。やば。10年前。10歳やん。8歳。10年前よ。なんで10年前で10歳なの。あ、そっか、でも今3月やから9歳か10歳、うん、レタス7歳とかで元気やだ、ね、それさ、今毛布にちょっとさついてないです。ついてないです。ついてないです。わかりますよ。ついてないです。これの前科ありますからね。お前こぼしたね。赤いさ、ラーメンの、うん、辛いさ、ラーメンの赤いのをさ、白麺でブジャッ。いちごがね、なんかご飯食べるときに人の顔を見るのが好きらしくって。すごい、人の顔を見ながら、なんか2人とかでご飯、一人以上でご飯行った時は人の顔見ながらじゃなくてご飯を食べれない。なんか人の顔見ながらじゃなくてご飯を食べれないらしくって、いつもね食べながらさ、もうガミしてくんの、こうやって超食べにくい。今もガミされてるから、めっちゃガミしながら、しかもなんかにやけてんの。今怒ってる。そう、にやけながら見つめてくんの、ご飯中に。お母さんが可愛いってきた。お母さんが、うん、お母さんが可愛い。お母さんから、うん、うん、今日ね、こちらこそありがとう。そう、見つめられるからご飯がね食べにくい。ブログ来た、本当に嬉しい。え、なんつってんの、ブログ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 。でも今日ね、今日ミエポンが提出、ブログね、今日ミエポンが、あ、パニックパニックパニック。この間の更新まで3期って10人だから、その7、1週間で7じゃん、だから2週間に1回だったんだけど、そう、今そう13人になっちゃって、一個ずつ詰まってるから、私はいつもね、その日曜日に提出して月曜日に上がるんだって。月曜日に今日って日、今日日曜日、うん、本来なら日曜日までに提出して月曜日に上がるんだったけど、そう13だから、そうずれるから毎週だから提出し忘れちゃってて、
そう、それでななうわ時間がないってなってそれでそうごめんなさいって言ってちょっといつもより短いんだけどそう投稿ブログを載せました。もうそうもう本当に14になれすぎてちょうどさ2週間じゃん14って。だからなんか1個ずつずれてってそうだから毎週ずれていくの、ね、だから私は土曜日提出の今回は土曜日提出日曜日上がりやったのが金曜日提出土曜日上がりになってその次が木曜日提出金曜日上がりみたいな感じでずれてくからややこしいね。兄さんこどこ行った。そうその辺うろちょろしてんじゃねしてないしてない。そうそうだからなんかね曜日で日曜日までに送るって決めてたからなんか寂しい。そう、そうなんよ寂しい。じゃあいちご2回書いてブログ。見て。ん？見て。お腹いっぱい。食べれる？食べる。後から食べる？そう。ね、なんか寂しい13。な実感。それで今日昨日かな。かすみのブログが上がってて、あれいつも1日早いって思ってよく考えたそうでなんかね実感した。ちょっと。悲しい。そう私の前半部分は確かに長いけどいつもうん実感しましたね。え、もう普通にやばい。待って、もう今日ってあと3時間しかないの。普通にやばい。もうどうしよう。それな？もうどうしても、無理だよ、こんな宿題。わっ！意味なっちゃった。わっ！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 本当に難しい。え、千穂さんの22歳だっけ、うん、誕生日だよね、うん、そう、はい、配信少しだけ見たのよね昨日のひまたぎの。そうそう、犬を飼ってます。これうちのマカロンの鳴き声本当に似てるの。これなの本当に。で私のね、あの飼ってた猫が特殊な鳴き声。いくよ。のーにの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 に。知ってるよ。そうこうやってな鳴いてたの。トラっていう猫。お願いペンの完成版。今日その曲やるか迷っとったんよこっちのチーム。え、ダメだよ普通に。ジッパー。そんなことしちゃいけないんだよ。ジッパーやるか迷ってた。子供たちはそんなことしちゃダメ。さすがに振りついてない。普通にさ、こんなのに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 って鳴く。トラっていう名前の猫ちゃんがのに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 って鳴いてた。ね、猫に猫耳できる本当に。あ、猫耳のせよ。あ、思い出した、ありがとう。いつも同じ方向を向いてね、のーにのにのにのにって言ってた。もうパニック中毒じゃピースお前落ち着いて。そう、のーにのにのにって言ってた。私も9時半ぐらいから30分だけちょっとやって、なんかちょっとうん安心感は得ておきたいかな。そう
そう、不思議な鳴き方だよ。普段はね普通にニャーンって鳴くんだけど、たまにおーに何何何って鳴くの。マジで言ってよ、本当におーに何何何何何って。じゃあさ、うん、なぜのせはないの。なーに何だよ。なんだなんだ。確かに歌舞伎外れ入りそうかも。なーに何何何何。マカロの真似して。これちょっと、うん、ちょっとあの、うん、誰かわかんなくて怖がってる時、誰かわかってる、わかる、わかるよ。ちょっと今日だからね、うんうんうん、マカロこうやって指の、って言ってんの。かわいいな、会いたいの。大型犬の鳴き声して。大型犬、うん、小型犬の鳴き声して。わかるよ。うん、猫ちゃんはあれだった、保護した子だったから。確かね、そう、私そうだね、だから雑種の子だった。虎、本当に虎柄の猫で、虎って名前だった。猫の真似してじゃあ。あーに何だよ。うちの猫、にゃーにゃー、むずいな。あーにゃー、あーにゃー、あー、怒ってるだけの猫。私あれできるよ、あの小型犬が怒る時の顔の表情のモノマネ。ゆいなじゃん、ただの。堀美央奈さんが真似してて、うん、小型犬が怒り出す時のモノマネ。そうそう、このなんか顔の下半身がピクピクする感じ、小型犬が怒るとき。わかる、わかる、したいこと。わかる、わかる、そうそう、小型犬が怒るときも、小型犬が本当に怒るときは、にゃんにゃん、この顔よくやってる。そう、わかる。何しようとしたか忘れちゃったじゃんか。もうピース。大型犬はどうやって怒るの。大型犬でも大型犬飼ったことないから分かんない。うん、今日会場のそばに猫ちゃんいたよね、2匹、うん、可愛かった。ゆいなと間違えちゃったのか、ゆいなって言うと思ったら猫でした。違うから、猫ちゃんかと思った、ゆいなかと思ったら猫ちゃんだった。そういうことか。今日さ、今日のさ、私たちの前の一部のさ、ドラさんの3人のさ、うん、公演も見たかった。あ、ゴゴリバの衣装がさ着られてたみたいじゃん、うん、ね、うん、パンパンも言ってさ、うん、ね、なんだノーエマのやつ送った動画とか、ね、あと他何してた、いろいろしてたよね。そう、ゴゴリバ衣装ね、そうなのよ。こちらは特に着替えなしで、あのずっと新制服だった。制服もそろそろ多分変わるじゃん、2024年のに。どんなになるかな、ありません。上ポストした今。
ないです。しない今からします。うん、私もしなきゃな。まだ今日の投稿してないのに配信始めちゃった。どうしよう。今トレンドなんか載ってる？危ない！これ横にあったけさ、マネージャーさんにこれをこのこれを送りそうになった。見え。私がよく使うさ。今行きます？違う。会いたいって。会いたい。本当にやばい。そう。そう。デニム確かに、デニムの制服は確かに重くて大変かも。確かに確かにね。パステルな水色ワンピース、かわいい、ね、でもさ、マイハさんとかさ髪染めてらっしゃったじゃん。髪染めると制服着た時どんな感じになるんだろうね。気にならん？ん？ナナちゃん見たらわかるよ。 あ確かにナナさんが確かにそうだね。私たちが入ってくる前の1個前のさ、なんていうんだ、タンポポ衣装って言われるさ、あの衣装着てみたい。可愛くない？ね、家でなので。そう、あれ着てみたい。髪型は、いや今日はみんなおろしだった。全然自由とかじゃないんだね、まだまだ。え、今日何よ、今日ってな、ん、何日？今月はもう半分過ぎたの？もうちょいでさ、高校3年生になる。今日それあげるの？あげたの。あげたの？私が撮ったやつでしょ？うん。あ、今僕は乃木坂好きになる。ああ、僕のあれをちょっとアレンジした感じなんかな。僕。今日ガールズルール後ろのノートの1ページに書いてみるんだ。今一番嫌いな人の名前とその理由を。2番目に嫌いな人とその理由。3番目もあんなにいたはずの嫌いな人の名前が次しか思い出せないのはなぜなんだろう。嫌いな理由って、ここスーパー本当に妙なタイムだから。嫌いな理由ってこんな、ここが大好き。裏線ないよね、ここ。そう、そう、バズれの、そう、ネタがそうなの。バズれないよ。もうそろそろ無理だよね。何これ、美味しいの、これ。今3、4、何これ、頑張る。なんかもつ菓子がある、鳥取県みたい。いただきます。どうぞ。これからナゲットを食べます。冷えちゃったでしょ。美味しい。いったらナゲットはバーベキューかマスタードどっち派？ちなみに、ちなみにバーベキュー、バーベキュー、うん、ちなみにイチゴはバーベキューで私はマスタード。今日選ばれたのはバーベキューです。ね、こんなに、ね、染み込んでそれは嫌だ。染み込みすぎて。清水ドクターエンバラさんかな。タコカラムーンさん、マシュマロ FTI さん、ハートだるま、ありがとう。セロさん、ハート、マシュマロ、マクさん、星、ありがとう。そう、みつきさん卒業されちゃうね。辛いのダメだか。ああ、なるほど。バーベキュー、マスタード、ほう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 。なんかこの間ね、あれあれなんだっけ、マックに行った時にそう話になったよね、バーベキューマスタードっていいって。何何何何何してんの、何してんの。あ、会いたかった。え、今日めっちゃあれエモくなかった？普通に振り分かんなくて気まずかった。そう、もう全然覚えてる。今日ね、そのなんだっけ、カラオケのやつの最後に、うん、本当は半分ずつで最後まで歌ってたんだけど、その後に1曲だけ全員で歌おうみたいになって曲を考えてたんだけど、今日の機会はダムだったのね。ダムだと、あの、私たちのいた初めていただいた楽曲の歌いだと金縛りが入ってなくって、
だからどうしようって思ってて、で私がそこで会いたかったどうって言って初めてね、あの3期ので、その14人でその披露した曲だから、だから会いたかったやったんだけど、その最初のね、あの6周年の時と同様、いちごの SC48 さん研究生ですから始まってね、うわ懐かしいって思って、クズもあるからやめちゃん知ってるって言わ、楽しくしたの、そう SC48 さん研究生です、行くぞー、あーいたか、そうをねやったの、もう本当にエモすぎた、そうなの、ナイス提案でしょ、難かったこと言っていい、何2番から自由に移動ねって言ったじゃん、うん、誰も移動しなくて私だけなんか うろつきだし、えでもひーちゃん移動しよった、だから私も移動した途中からよかったしかもさ、お披露目はさワンハーフやったからさ、なんて言うんだろう、今日やとさ一サビはさ好きになります、なんて言うんだ、歌詞もさなんて言うんだろう、ワンハーフとでさ違うじゃん、だからさあ違うってなってあ大丈夫、でもさあの曲さ私前見たことあるけど、1番も2番もさ振りも一緒だしできるよね、傷ついた今の件でこぼしたなんかそう懐かしいよね、ね、そう私とイチゴねリモコン隊してたよねリモコン隊、リモコン隊ポンポン隊みたい、リモコン隊、リモコン、なんか今日さこうやったのポチポチしてたじゃん、リモコン係、そうそう電木係か、電木係そうしてたねえおもろかったの、デモ係おもろいな、そうあとね、なんかこっちに6人、こっちに7人って感じで、そうちょっと斜めになって、ここに佐竹さんがいらっしゃったんだけど、そう目線的にね佐竹さんの方を見るとね、あっちのメンバーが視界に入ってくるの、いちごがウインクしてきてた3回ぐらい、そういちごがウインクしてきて、もうええって思ってびっくりした、そうリアルのカラオケでも結構でもなんかあれかも、なんかリモコン触ってたりするタイプかも、そう電木入れるね、いいよね楽しかったな今日、楽しかったですって言っちゃった、楽しかったですって言っちゃったですってこと、なるほど、うん、いやだ、えでもさなんかさ曲なんで会いたかったとかさ、ネモハモとかさ、ネモハモだったっけ、あの最後のアイドルなんて呼ばないでとさ、あと会いたかったとかさ、ファンの方がさコールしてくださってたじゃん、めっちゃ嬉しかった、なんか会いたかった、私さ、うん、私もやったごめんけど、2番目の、うん、トラヒーまでやった、そっちまでやったのそう気まずい普通にね、やったね、会いたかったの、なんかさめっちゃ思い出して私記憶がさ、あのなんてお披露目の様子がめっちゃさ頭に浮かんできて、なんかコールしてくださったりさ、なんて言うんだろう、ペンライト、ペンライトとかがさ、あのラララララとかさ、なんかペンライトがさ横にさ一気に揺れてるあの様子とかがさ、そう一気に流れてきて、うわこんなんあったな、1年前だなって思って、すごい懐かしくなった楽しかった、仕事ちんちんちしてないです、目が合っちゃっただけです、本当はさ裏でさウインクしてお願いって言う、言ってない、ごめん、そんなウインク中じゃないから、もうくださいって言ってたじゃん、需要ない、誰お前に無理、そういうとこ、私今日さなんか終わってからすぐ着替えちゃったからさ、写真撮り忘れちゃって、衣装で、うん、衣装撮った、今日衣装で撮ってないよ、撮ってないよね、だから何あげよう、お披露目の会いたか写真とかでもあげちゃうかな、会いたかった懐かしかったって、そう会いたかったいいよね、そうそうなの、いいよね、会いたかったはそう懐かしくなる、やっぱりシティ48さん研究生です、行くぞも大好き、あれ込みの会いたかったが好き、今日話さないもんひどいゴッチのルーマ、私の裏でルーマ踊ってたんよね、そう
多分そんなに見られてないか気づかれてないと思う。そう、エリオンからギャバードバであるって、そうなの、うん、会いたかったかもしれない、もう歌えなくなっちゃった、前まで会いたかったかもしれないが歌えたのに、会いたかった会いたかった会いたかったイエス、あの乃木坂さんの方のさ、佐竹さんと写真撮ったよ今日、ツーショットした、ツーショット撮った、あの5人ぐらいでの写真もあれ好きよ、撮ったじゃん、もういちごが話さない、ダメだもう話しかけんとこ、そう、新幹線行きそう、新幹線行く、奥田県に入りそう岐阜県おもろい、奥田県呼びおもろい、じゃああれかな、もう長谷川県は通ったのかな、そう前の曲にそうつられる、会いたかったと会いたかったかもしれないわ、そう、うん、見せたい、ずっとこうやってたの、じゃあ無理、かわいい、佐竹さんめっちゃかわいい、なんかバブじゃない、めっちゃバブだったよね今日写真撮るときに、すごいかわいい笑顔でした、チリパいつか出たいね、3期生もね、呼んでくださいって今日話したの、力に切り替えるかな、置くとこないか、昨日の方式にしようかな、じゃあ携帯さあれなの、はい、あのなんだっけ X 投稿しなきゃ、どうすればいい、うん、泣き出しちゃった奥田県、あ奥田県からの長谷川県で岐阜県なのか、すいません、逆か、そっか愛知、そっかそっか、すいません、そう、いちごちゃんと、いちごちゃんとチルパだったらちょっと佐竹さん困らしてしまうから、困らしてしまうから、そう佐竹さんがそううまくフォローしてくださってありがたかった、もうどうしようどうしよう、それかこれこっちで持ってさ右手で X を投稿するわ、どう思う、違う、そうクラコンもね出てみたい、そうなんよね、あのなんかさ止まった状態でさ一周回るやつあるじゃん、あれしてみたい、懐かしい、まだ踊れる、会いたかった会いたかった、あの最後ができんかったかも、君にテレテテテチャンテレテテ自転、え、そうハッシュタグまで決めなきゃ、自転車全両ねペタラ漕ぎながら坂を登る、風に膨らんでる雨の、僕は乃木坂を好きになる、あ、もう人生終わってるわ、もうすでに好きって感じなんだけど痛いんですけど、確かに光る君へ、うん、あれ移りの一瞬こえきして、うん、いちごさんに指導が入った、そう指導が、いちご指導が入りました、ごめんなさい、私あのでもここさ汚いから無理、ここでできない、でも貸して、はい、タブレットに変えて今すぐ変えていいの、うん、どこでやればいい、30分から配信するってところに決めたけど、昨日と同じ感じ大丈夫、やだ昨日と同じ、やだと最近、どうすればいい、膨らんでる
まあ、いて。どうすればいいの？ちょっとね。うん。よいしょ。持っててくれるの？そうだよ。一番優しいかも。かも。そういう配信方法って感じだけど。いちごが待ってくれるらしい。じゃあ X さん投稿したらすぐにやめるから押して。押すよ。これでしょ？ん？これでしょ？うん。こう、これもどっちが配信してる？こっちが、うん、こっちを切れば、まあ、大丈夫。私は X をあげますので、これを乗せて、乗せるって違う、そこに。あ、そういうこと。おもろすぎるこの配信方法で。押して。押すよ。はい、オッケー。オッケー。そう、切り返してくれた。そう、一部を持っててくれるらしい。ありがとう。じゃあ、じゃあ私メインみたいになってて気まずいから。なんかフィルター？これなんか色が違うね、うん、フィルターですよ。フィルターってどうやってつけるの？違う違う、どれにしてる？これ